入速をご覧の皆さん、こんにちは、中村室郎です。プーチン大統領、この選挙で圧勝しました。勝利宣言をしました。そこで私気になったのは、プーチンが初めてナバルニーさんの名前を初めて口にしたんですね。つまりこれまでは、あの市民とか、あの男とか、いう 言葉でもってナバリンさんのことを言ったんですけど、初めてナバリンさんの名前を出したんですね。このナバリンさん、2月にシベリア極北の刑務所で亡くなりました。プーチンは勝利宣言の中で、とても残念な結果になってしまった。亡くなってしまった。これも彼の人生だよと。 というふうに初めてナバーニンさんの名前を言ったんですね。で、実は私の手元にこの一枚の今回の大統領選挙の投票用紙のこんな赤い字で書かれた投票用紙がロシア人の友人を貸して届けられました。なんてこの 赤い文字に書いてあるかというと、みんな、もう地獄に行きなよ。ウクライナに平和を戻そうよ。もう、ウクライナで連続殺人事件が起こってるぞ。まさに。そして、これをさく、ロシア国内の中でも不審死がいろんな人が亡くなっている。 それを含めて、ウクライナでもロシア国内でも殺人がたくさん行われているぞ。ナバニーさんは私の大統領なんだと。プーチンがナバニーさんを殺したんだ。この投票用紙をこう書いて、どうやらこれを越しておって、この有権者は投票箱に入れたようです。 その投票箱に入れる前カーテンで仕切られている中で自分が書いたものをスマートフォンで、えー、携帯で写真に撮ってこれを、まあ、あ自分の、まあ、テレグラムに載せてそしてそれを見つけた私のロシア人の友人があ私に送ってきてくれました。そして選挙の 前ですけども、直前ですけども、ナバーニーさんの葬儀がモスクワで行われました。約2万人とも言われる人たちが、このナバーニーさんの葬儀に詰めかけました。あまりにもたくさんの人たちが、しかも早朝から詰めかけたということで、 治安部隊の人たちも想定外の人が集まったということで、本当にこの治安部隊も戸惑ってしまった。若い人たちがどん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 教会に向けて、そしてお墓に向けて、どん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 地下鉄の駅から教会とか墓地に歩いていってる。そして、ある治安部隊の一人の男性が、 この市民たちの背中に向けてこう叫びました。えい何やってんだぶち殺してやるぞっていうふうに叫んだ治安部隊の人がいます。でも集まった市民たちはその声を無視してどん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 前に進んでいったということなんです。 こうした中で、まあ、集まった人々は、この教会に向けて、葬儀が行われている教会に向けて、ナバルニーっていうふうに、みんなで叫び、そして、そして、拍手をする。プーチン政権は殺人政権だっていうふうに叫ぶ。プーチンのいないロシアを作ろうよっていうふうに、みんなが叫ぶ。 そうした中でいろんなニュースがある中で私二つだけ気になった出来事がありました。この教会のすぐそばに中学校がありました。その中学校の2階からいきなり中学生が窓を開けて教会に向けて大きな声で「縄ばりに!」って言って叫んですぐ 窓を閉めたそういった光景がニュースになってましたそしてもう一つ私は気になった出来事がニュースになってましたそれはモスクワの地下鉄の車両の中の出来事です教会の近くに地下鉄が駅に近づいてきた その車両の一番後ろの車両で若い女性が白い菊を持ってて教会の近くの駅で降りるのは怖い。でもその駅に着いた時にその女性は窓際の小さなスペースが あるんですけど窓枠のところに一輪の菊の置いたそして次の駅でその若い女性は降りてったということです。この白い菊っていうのはロシアでは葬儀の時に友人に送る色白と菊なんですね。ですから。 この若い女性はナバニンさんのことを自分の友人だと思っている。そしてもう一つ、なぜ地下鉄の最後の車両だったかというと、実はロシアでは、車掌は後ろの一番最後の車両に乗ってるんではなくて、先頭車に運転手と車両が乗ってて、一番最後の最後尾の車両には実は 地下鉄関係者は誰も乗っていないまさにまあ監視が聞きにくいということが言えるんでしょうけれどもその若い女性はこの一輪の木区を置いてそして次の駅で降りて行ったということですでもこの地下鉄の車両はぐるぐる行ったり来たりするわけですねですからこの木区を見た他の 乗客たちは互いに目配せしながら「ああこの一輪の菊を置いた乗客はきっとナバニーさんにのことを思って哀悼の意をこの菊に込めておいたんだな」ということで乗客たちもちろん声に出して、えー、反プーチンは言えないけれども やはりこういった痛ましい、えーまあ、死を遂げたナバリンさんに対する気持ちこの若い子が込めた気持ちっていうものが他の乗客たちにも声は出せないけれどもどん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 輪が広がっているということなんですね。もともとナバリンさんは年にこのプーチン政権を許さない許せない それはなぜかっていうと、あまりにも汚職が激しい、深刻だ。プーチンの取り巻き連中に利権が全部国家予算がたくさん回ってる。この腐敗汚職を摘発しようと。このナファニンさんは汚職は許せないということで声を上げた。その後、戦争に反対する人たちの声を集めるようになった。反 お食から反戦。そして、この反プーチンのシンボルとして、ナバニーさんの輪がどん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 広がっていった。ナバニーさん、本当に悲劇的な死を遂げてしまったんですけども、奥さんのユリアさんが、夫の意を継いで、反政府活動を今後引き継いでいくと宣言しました。反 政府勢力を束ねていく人物として、悲劇のヒロインとして、ユリアさんの動向というものが非常に注目されてきています。この選挙、プーチンが圧勝しました。非常に大きな勝利を収めて圧勝だったプーチンですけれども、足元からこの反プーチン、勢力がどう動いていくか、 非常に、まあ、プーチンとしては今後の対応に苦慮していくということです。圧勝した分だけ逆に反政府勢力がどう今後動いていくのか。まさに大きな危機をはらんでのスタートということになります。